撃を受けたっていうのが、まあ、一つ自分の力を引き出してくれる場所だと難しいと思ってた問題も、できることがあると。静岡市の、引きこもりサポーターとして、登録をしまして、現在引きこもり当事者の、居場所活動の、サポートをしています。自分の中で地域で何かしたいというような思いがありまして講座に申し込んだんですけれども、皆さんの活動を見る中で自分でこう何かできることはないのかなということを具体的に見つけたくて講座の中でさらに引きこもりサポーター養成講座というのと心のバリアフリー、プロモーター養成講座というのを申し込んでそれで受講しました。引きこもりサポーターの方は登録制度というのがありまして、で具体的になかなか自分ができることって見つけるのが難しかったんですけれども登録制度というのを使わせていただいてすぐに活動を始めることができました。今は、一般社団法人草薙カルテットという草薙の、まあ、町づくり会社の事務局とあと草薙子ども食堂 と、あとつながる草薙実行委員会という、まあ、それは草薙の地域の方がこう有志で集まってイベントをやったりしているものなんですけれどそういったものをやっています。子ども食堂はそれこそ地域デザインカレッジがきっかけでして、まあ、その地域デザインカレッジの中で私はこう子どもたちの支援とか子育て支援について取り組んでいたんですけれど、まあ、その取り組みとして子ども食堂をやってみようと思ってそれを今も続けているっていう形です。やっぱり一緒に参加されて一緒に活動してきて方たちも講座を終えてからこうそれぞれご活躍されている方とかもいらっしゃってでそういった方とのこうつながりができてこうたまにこう相談できたりですとかっていうのもありがたいですしでその講座の中でいろいろな事例に触れさせていただいたりとかこう自分の考えを聞いてもらってご意見をもらうっていうのがこう貴重な経験だったのでそれが良かったなと思います。私環境大学、2019を受講させていただいたんですけども、きっかけは私自身が43歳の時に、大学受験に、挑戦しまして合格しましたということを SNS で、発表したのをきっかけにそしたらですねコメント欄に、環境大学も、受講してくださいというコメントをいただいたのがきっかけでした。私は普段チームつながりという団体で日本の松原と清水駅をウォーキングしながらゴミ拾いするという活動をさせていただいているんですけども特に日本の松原では海岸にですねペットボトルがいっぱい打ち上げられているという現状の中でですねやっぱ海洋プラスチックゴミに向き合うことの大切さということはこの環境大学を受けたからこそ気づかさせていただいたなというふうに思っています。難しいと思っていた問題もできることをがあるということを教えてもらったのもこの環境大学だったなというふうに思っております。学ぶことの大切さっていうことを改めて感じましたし本当に初めて知るようなことばっかりやったんですけどもやっぱ知ることの面白さっていうことも感じさせてもらいましたし同じ講座を受けた仲間の人たちと一緒に過ごした半年間というものは本当かけがえのないつながりができたなというふうに思っております。
今よりも、ちょっとより幸せに、そしてより充実した日々を過ごすために学ぶべき場所がある場所がここになるんじゃないかな。